どうも皆様、おはこんこん、みつキックバスターです。ドラゴンクエストヒーローズ1,2,4 任天堂スイッチ体験版を今回やっていこうと思います。ということでね、まあ、スイッチ買ったのはいいんですけど、マリオカートぐらいまで本当暇なんですよ。特にやることがなくてですね、いくつか体験版をダウンロードしたんで、まあ今までもちょっとこう出た段階で少しだけ気になってたこのドラゴンクエストヒーローズをやっていこうかなと思います。まあ体験版ではあるんですが、まあ僕の中の認識ではこのゲームはドラクエ無双みたいな感じで、無双シリーズみたいな感じかなと思って捉えてるんで、まあやっていこうかなと思います。わ、すげえ。ようこそ冒険の世界、草原にいる魔物を倒そう。移動している間は戦闘状態と非戦闘状態どちらかの状態になります。魔物と戦っている間は戦闘状態、戦ってない時が非戦闘状態。はいはいはい。戦闘状態 MP のみ回復、非戦闘状態になると共に一気に回復。便利、マジで。おお、はいはいはい。おジャンプジャンプ、はいはい。で、あ、違う、あ、こっちがダッシュ。へえ。はいはいはい。おお、おすげえすげえすげえ。おお、画面右上に表示されているマップは、マイナスボタンで、マイナスであったよな、マイナスボタンで周辺マップと全体マップを切り替えられます。目的地がある場合はマップに旗が表示されます。お、本当だ。キャラクターには武器を収めた状態と武器を構えた状態があります。通常は武器を収めた状態ですが、攻撃アクションするか魔物に攻撃をされると、武器を構えた状態になります。武器を構えたまましばらく攻撃しなかったり、近くに魔物がいなかったりすると自動的に武器を収めます。武器を収めている間は移動中に ZR ボタンを押すことでダッシュすることができます。お、めっちゃスライムいる。イザナイの石碑、フィールドにはイザナイの石碑と呼ばれる不思議な石が浮いていることがあります。イザナイの石碑の近くで丸ボタンを押すとルーラーを唱える時の移動先として登録できます。はあはあはあ。中間地点とかみたいなもんですかね。ワープポイントって言った方がいいかな。くらい、ほら当たんない。おいし、これはあれか、味方か。おりゃふん、おいしゃい、いいよ。で Z じゃない、痛い。 R ボタンを押しながらだとあの技が打てます。くらい、外した。ふっ、OK、スラッシュダイブ。おお、おお、なるほどね。はい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 。っていうか石碑触ってねえや。あったあった、これか。はい、オレンカ周辺のイザナイの石碑を、イザナイの石碑に登録した。でこれでまあここにワープができるっていうことですね。なんとももんじゃのモンスターコインを手に入れた。おお、なんだ、回転できる。よいしょ、なんか光ってる。それ今スライムを、まあ、ボコりますか。ほう、ホイミもできるんですね。ちなみに僕はドラゴンクエストシリーズはDS の9しかやったことないです。あのこうキャラクターを自由に作れるあの作品しかやったことないです。お、スライムのモンスターコイン、スラストライクデイ。本来のこのゲームってあれなのかな、あの
主人公というか、なんかいる、ランプの魔人がいるぞ奥に。主人公は二刀流固定なんですかね、全然分かってないけど。これ奥というかあれだな、違うとこだな。まあ一通り動いてみますか、せっかくなんで。危ない、ほら先手必勝。おお派手派手、画質綺麗っすね、結構いいな。おっと、なんだっけこいつら、何人ぐらいでしか何人しかやったことないんですけど、いやシャレじゃなくて何人しかやったことなくて、ほとんどモンスターもあんまり分かってないんですけど、モンスターっていうのかな、魔物っていうのがよく分かんないんですけど、まあまあまあいいか。へえ、なんか結構広そうですね、全体ワールドが。これ無双系みたいなゲームはまあまあもう結構好きなんでね、僕自身はすごく、まあ、やりやすいというかとっつきやすい。うおー、あれか、 Y ボタン X ボタンの組み合わせで変わるのかな、もしかして。とりあえずあれか、上の方を目指していきゃいいのかなですね。上の方を目指していきますか。お、なんか旗マークがあるぞ。ダッシュ、ビョーン。おお、すげえすげえすげえ。OK。うわ、なんだなんだなんだ。OK。フリーズブレード。おい、いや爽快だな。出たー、ドラクエといえばっていう音ですよね、この音。おーおお、なんだなんだ、あ、仲間がレベルアップしたんですね。なんだ、何かあるわけじゃないのかな。あ、こっちか。なんか開封したけど、こっち？OK、ほら、よくわかんないけど、とりあえず攻撃する。痛い。ほや。よし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 。ダイヤモンドダストじゃなかった、サミダレ切りだった。ダイヤモンドダスト、おお、二刀流ってかっこいいですよね、結構。まあ、なんか杉田さんの声が聞こえた気がする、杉田智和さんの声が聞こえたような気がするね。あのライアンでもしかしなくても杉田さんな気がするんですけどね。知ってる人の声を当てるのはそこそこ得意だと自負はしてるんですけども、まあ、時々ね全く大外しすることがあるんですけど、なんだタギル、おー、なんだなんだ、俳句よくわかんないけど、なんかすごいことになった。なんなんだここは。で、あ、あ、で OK なのか。助かった。南に行った先にある森で覆面の魔物が悪さをしているそう。へえ、こういう感じで進めていくってことですかね。てか南にある森ってさっき行かなかったっけ。まあいいや、あ、あっちね、はいはいはい、 OK です。まあ一通りいろいろやっちゃいますか、せっかくなんで。ゴロスキ、こいつか、 OK。 おお、なんだ、二
普通の戦闘みたいになるの。おお、すげえ、専用フィール、へえ、サミダレギリフリーズブレード、よし、いいよ、はい、じゃあ、いって、スラッシュダイブ外した、サミダレギ、サミダレギが強いかもしれない。待って、タギロ、多分これやると MP が回復するんですよね。あんま回復しない、そういう問題じゃないの。いけ、サミダレギリじゃー、いいよ、いけい、ちょっとやばいかも、ちょっと待ってよ、お、何、キャラ変えれんの、すげえ、任せろ、それは初めて知ったな。なんだ、そんなこともできるんだ、へえ、あ、この人も戦士なんだね。何があるの、火炎斬り、煉獄斬り、とりあえず煉獄斬り、おお、炎天山、おお、すげえすげえすげえ、かっこいいかっこいい、ホイン、オッケー、よっしゃ、倒した。操作キャラ切り替えられるんですね。オレンカ、はいはい、ルーラを唱えればオレンカの近くにあるイザナイの石碑までひとっ飛びで戻れるはず、はいはい、そうなんだ、キャラ入れ替えれるんですね。ルーラってどうやって使うんだっけ、違う、あ、プラスボタンか、なるほど、で、ここに飛べると、はぁ、そういうことか、へぇ、え、なんだっけ、村がどこ行ってたよな、確か、あ、これ下か、オッケーオッケー、おぉ、すげぇ、ジャンプ、大きなコンボを持った凶暴な魔物鬼コンボが突如現れた。このままではオレンガの町が危険だ、急ぎ鬼コンボをやっつけよう、へえ、こういう感じか、あんまドラクエ知らなくても、まあ、ゲーム性というかゲームシステムが楽しければあまりこう気にしなくてもやれますね、正直面白い、結構、ちょおお、ちょっとなんだかすごくやばそうな、この状況、戦士の誇りにかけて見過ごすわけにはいかん。やっぱ杉田さんだ。いや、行かないわね。ちょっと待って。これ周りの雑魚倒した方がいいのかな。じわじわたぎってきたぜ。本気で。無理や。痛い。ちょっと待って。痛い痛い。おっしゃ、ほら、いいぞ、お、煉獄斬り、なんだこれ、弱点か、オッケー、炎天山が結構いい、強いですね、正直、うわ、オッケーオッケー、飛天山あんま効かねえ、おお、そうか、ジャンプ攻撃もできるんですね、やばいやばい、あー、オッケー、危ない、これガードとかないのかな、あったわ、しろよ、あったな、しろよ、やばい、あった、あーい、よし、いいよ、空中コンボかっこいいな、やばい、あ、やばい、ビーガン、やばい、くー、あった、危ない、ガードできた、いや、ホイン、オッケー、味方もちょっと見ていきながら、いいっすね、やると、よし、いいよ、入った、危ない、よし、ガード、やばい、危ない、
あれ、よし、よくよ、よく避けた。いや、ほらほら、弁天山、よし、この技いい。危ねえ、よし、ガード、とっ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 と、オッケー、今がチャンスだ、攻撃を叩き、了解、炎天山、どりゃー、もういっちょ、ハイテンション、おお、すげえ、なんだなんだこれは、なんだ、煉獄斬り、お、なんだなんだなんだ、おお、すげえ、ギガスラッシュ、いいね、はあはあはあ、なるほど、すげえ、なんだ今の、超かっこいいんだけど、これでゲージ増え、痛い、呼び寄せた、めんどくさいな、引いて、ちょっと待ってよ、やばい、危ねえ、よっしゃ、よくよけた、やばい、ガードしていこう、ガードしていこう、違う、間違えた、よし、レベルアップ、オッケー、いででででで、ほら、いけ、痛い、あー、やばい、ひるませるなよ、痛い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 、ちょっと待って、あ、嘘、ガードした、今ガードしたはず、あっ、あ、前転あるのか、オッケーオッケー、えー、ホイール空っぽ、嘘でしょ、ちょっと待って、やばいやばい、やべやべ、どうしよう、どうすっかな、キャラ変えっか、おお、いいね、あ、この人 MP がないぞ、どういうこと、あ、でも技いけるんだ、そういう職業みたいなのかな、もしかして、痛い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 、いいよ、でででうお、痛い、あ、でも、もうそろそろ倒せそうです、いけ、なんだなんだ、魔法マリベルさんかな、オッケー、やばーい、おー、ナイスー、強い、すげえな、なるほどな、こういう感じか、このゲーム楽しい楽しい、テレジアさん死んじゃったけど、テレシアか、あー死んじゃったけど、まあいいか、我が剣の腕前、皆の役に立っただろうか、やっぱ杉田さんだなこれ体験版はここまでです、プレイしていただきありがとうございました、はい、楽しかったです、こちらこそ、続きは製品版でお楽しみください、いやー、いいね、いいっすね、はい、ということで、ドラゴンクエストヒーローズ1、2、4、ニンテンドースイッチ体験版をプレイしました、いや結構ね、あの今まで噂には聞いてたんですけど、ドラクエ無双って言われてたんですけど、やっぱりこう爽快感がねありますね、皆さんもしよければ、プレイしていただきたいなと思います、まあ僕はね別に宣伝するためにこの動画をやったわけでもないんですけども、ということで、以上、ミツキックバスターでした。次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。